どっすい。マスクザフリーマン TV。 はい、こんにちは、マロです。皆さん、エアプレイ2で音楽楽しんでますか？まだね、使ったことない人もいるんじゃないですかね。まあ、エアプレイっていうのは、Wi-Fi を介してですね、音楽や映像を、まあ、スピーカーだとか、Apple TV にですね、出力できる、まあ、機能なんですけども、これのいいところがですね、まあ、映像だとか音の劣化がほとんどないんですね。Bluetooth とかだとね、音楽のデータ圧縮しちゃうんで、どうしてもね、ロスっていうのが発生して、音がね、劣化しちゃうんですけども、この AirPlay 2はですね、音の劣化がなくね、音楽を楽しめることができるんですよ。ただ Wi-Fi 環境がないとね、まあ、使えない機能ですので、まあ、家で高音質で音楽を楽しみたいんだったら、この Bluetooth よりもですね、AirPlay 2の方が絶対におすすめなんですよね。まあ、AirPlay 2でね、音楽を楽しむアイテムといったら、このホームポッド。まあ、これがね、一番代表的かなと思います。そしてね、先日動画の中で紹介しました、このデンマじゃなかったわ。IKEA とね、ソノスがコラボレーションしたシンフォニスクテーブルランプ。はい、これも AirPlay 2対応のね、スピーカーなんですけども、ちょっとね、IKEA で、こいつを買い物した時に、実はもう一つ AirPlay 2対応のね、スピーカーを購入しております。それがこちらですね。よいしょ。はい、こちら、IKEA とソノスがコラボレーションしたもう一つの、ブックシェル型のね、シンフォニスクでございます。はい、ちょっとね、箱に包まれてるんで、こちらにちょっと写真出してるんですけども、まあ、こういった、四角いね、スピーカータイプの、シンフォニスクでございます。AirPlay 2対応のね、スピーカーってまだそんなになくて、Bluetooth 対応のスピーカーと比べたらめちゃくちゃ少ないんですよね。そして結構お値段がするモデルが多いんですけども、こいつはですね、価格が 15,000円と、AirPlay 2で音楽を楽しめるスピーカーの中ではかなり格安なんですね。ホームポッドは3万円ほどしますし、そしてこちらのシンフォニスクは25,000円ほどします。そして BOSE とか他のメーカーもですね、AirPlay 2対応のスピーカー出してるんですけども、まあ、これも3万円以上とか5万円とかね、非常に高価なモデルが多いです。AirPlay 2はそもそも Apple の独自企画なので、やっぱりね、AirPlay 2対応スピーカーを作るってなったらコストがかかっちゃうんですよ。その分高いんですよね。そんな中ですね、こちらのシンフォニスクは、まあ、15,000円ほどで購入できますよと。ですから、AirPlay 2入門にはね、とってもいいモデルなんじゃないかなと思います。まあ、比較的低価格なので、まあ、音質がどうなってるか気になるところです。それではですね、今回はこちらの、IKEA ソノスのコラボレーションスピーカー、シンフォニスクブックシェルタイプ、ちょっと試していきたいと思います。それでは開封していきましょう。よいしょー。はい、箱を開けるとですね、はい、本体と付属品が入っております。まず本体ちょっと取り出してみましょうか。よいしょ。はい、こちらが本体ですけども、このようにですね、縦長の四角いですね、本当に普通のスピーカーっていう印象ですね。表面がですね、このファブリック調になっていて、まあ、ちょっとカジュアルな感じの、まあ、スピーカーっていう印象です。なんかどこに置いてもおかしくないようなデザインしてますね。うん、これはこれですごくいいんじゃないかな。はい、テーブルランプがですね、このようにかなり独特のね、デザインしてますので、まあ、比較的ね、使いやすいスピーカーじゃないかなと思います。そして本体でも再生できるようにね、再生ボタンだとか、音量のアップダウンのボタンついてます。そして背面を見るとですね、電源の端子と、まあ、イーサネットにつないで使うこともできますので、イーサネット端子がついてます。まあ、このソノスはですね、こういった Wi-Fi スピーカーとかをね、たくさん手掛けてますので、まあ、その中でもね、比較的リーズナブルで、まあ、高音質なね、音楽を楽しめるメーカーになってます。そしてイーサネットのケーブルと、はい、こちら電源ケーブル。そして設定の説明書が入っております。ね、正直説明書だけじゃちょっと設定しにくいのでね、公式ページで動画付きでね、設定の仕方紹介してますので、それを見てね、設定を行っていく方がやりやすいと思います。それではですね、ちょっと設定が大変なのでサクサクっとね、やっていきたいと思います。はい、それではですね、設定を進めていきたいと思います。設定はですね、以前の、まあ、テーブルランプと同じように、こちらソノスのアプリから進めていきます。まずアプリを開きます。そしてこちらのシステムをタップして、製品をね、追加するをタップします。あとはですね、このアプリの指示通りに続けていきます。まず電源ケーブルを接続しまして、はい、今製品を探してくれてます。はい、このようにシンフォニスクブックシェルフと、出てきましたので、この製品を設定します。はい、次はですね、指示通りに再生ボタンと音量のアップボタンをですね、同時押しします。はい、そうすると製品と、アプリを接続しています。
ちょっと時間かかりましたけれども、こちらシンフォニスクブックシェルフが追加されましたと出ました。これでですね、シンフォニスクブックシェルフが追加されました。そしてこのスピーカーをですね、使用する部屋を選択します。僕はデスクで使いたいので、このようにデスクとね、ちょっと新しく追加します。そしてこちらのトゥループレイ機能、このスピーカーをですね、設置したい場所に置いて iPhone のマイクを使ってですね、周囲の環境状態や雑音などを確認して音をね、チューニングしてくれる機能でございます。はい、これもやっていきましょう。製品をですね、設置したい場所に置いて iPhone を逆さにして続けるを押して開始していきます。この動画のようにですね、 iPhone を上下しながら、設置した部屋をね、少し歩き回ります。45秒ぐらいかな。はい、成功するとこのような画面になります。これでですね、設置する位置に合わせて、サウンドをね、調整してくれました。これで全てのセットアップが完了しました。あのね、結構ね、製品をなかなか認識しなかったりだとか、なんか Wi-Fi が繋がってないみたいな、繋がってるんですけどね、そういうメッセージが多くて、この設定ちょっとイライラしますね。これね、ソノスに限らずですね、結構いろんなね、社外品のエアプレッツ対応のスピーカーってこの設定超ややこしいらしいんですよ。ですからここがね、一番のマイナスポイントかなと思います。ホームポットはね、もう全部自動なんで、やっぱりそこ考えるとね、ホームポットって優秀ですよね。それではですね、セットアップが終わりましたので、音をね、ちょっと聞き比べしていきたいと思います。というわけでですね、ちょっとね、エラーも出てセッティングはようやく終わりましたので、音質をね、チェックしていきたいと思います。比較はですね、自宅最強のね、 Bluetooth スピーカー、こちら BOSE のサウンドリンクリボルブプラス、そして先日購入したね、こちらシンフォニスクテーブルランプ、そして AirPlets 代表のね、このホームポット、この4種類でですね、聞き比べしていきたいと思います。さあ、音はどうなんでしょうか。というわけでですね、音を比べてみたんですけども、低価格とはいえ、Bluetooth の音よりはめちゃくちゃね、やっぱり音の密度があるというか、濃いですね。こういったね、高価格帯の Bluetooth のスピーカーよりも、やっぱり透き通った音が出てるなっていう印象ですね。で、安いモデルですけども、低音域から中高音まで、しっかり出ていて、中高音はですね、少し線が細いんですけども、上品なね、中高音といった感じ。ちょっとね、ドラムのシンバルとかハイハットはシャリシャリっとした感じですね。尖った印象ではないんですけど、柔らかい印象なんですけど、中高音の音が細いせいか、少しね、パンという音じゃなくて、シャリっていう感じの柔らかい音っていう印象ですね。狭い空間とかだったら逆にこれぐらいの方が聞きやすいと思います。低音域もよく出てるの分かりました？さらにイコライザでですね、強化できますからね。こっちのテーブルランプのシンフォニスクと比べると、やっぱりね、なんか普通のスピーカーっていう印象が強くて、音の広がりとかはこっちの方が上ですね。だから1台単体で聞くんだったら、やっぱりこっちのシンフォニスクテーブルランプの方が、広い範囲にね、音を届けてくれるかなっていう印象です。どっちも360度スピーカーじゃなくて普通のスピーカーなんですけどね、前に音を出してるタイプのスピーカーなんですけども、それでもこっちのテーブルランプの方がやっぱり音の広がりはいいかなと思いました。あと若干こっちの方がやっぱり音質もクリアな印象ですね。
ホームポットはこの2台と比べてやっぱり全体的にパワフル、低音域の分厚さから中高音のね、パワフルさもやっぱりホームポットの方がよく出てるかな。広い部屋だったら明らかにホームポットの方がやっぱり音がね、部屋全体に行き渡るといった感じ。狭い部屋だとやっぱりちょっと圧迫感があるかなっていう印象ですね。比較的大きな音量で音楽をかけれる環境だったらやっぱりホームポットの方が、まあ、マッチしてるかなと思います。でこのエアプレーツのねいいところは、エアプレーツ対応のスピーカーだったら社外品でもですね連動して再生させることができるんですよね。だからエアプレーツ対応のスピーカーをどんどん増やして部屋にね設置していくと、全部でね同時に音楽を鳴らしてマルチサウンドをね楽しむことができるんですよ。これがエアプレーツの面白いところ。メーカー違うのに同時に鳴らせるんですよ。 Bluetooth スピーカーだと同じメーカーの同じシリーズじゃないと同時にね再生っていうのができないんですけども、この AirPlay 2はですね複数の違うメーカーのねスピーカーを同時に鳴らせる、これがいいところです。それではですねこの最後にこの3台でね音楽を鳴らしてみたいと思います。まずブックシェル単体、そして今度はこのテーブルランプと一緒に、最後にホームポットと3台全てで流してみたいと思います。音の違い分かりましたでしょうか。3台同時に鳴らすのはとてつもなく迫力のあるサウンドになりますね。普段僕らってスピーカーって大体2つぐらいでしか聞き慣れてないんですけども、それ以上の数で音楽を鳴らすとなんか未体験の音になりますね。今まで感じたことのない音になりますね。こういった狭い環境だと分かんないですけど、部屋のね四隅なんかに設置すると今までね家で体験したことのないようなサウンドになります。そしてですね接続の切り替えも簡単で、このようにですね iPhone のコントロールセンターから、この製品をタップするとね簡単に接続を解除できますし、またタップすると簡単にですね、接続をすることができます。そして個別に音量の調整もできるんでね、自分の環境に合わせて音の鳴り方を変化することができますね。そしてね僕ねこのシンフォニスク同士ステレオペアでね組めると思ったら、これねステレオペア組めないんですよね。多分同じ型の製品同士じゃないとステレオペア組めないんですよ。なんかシンフォニスク同士でからいけるかなって思ったんですけど、これダメでしたね。パーティーモードみたいに左右から同じ音をね流すことはできるんですけども、ステレオスピーカーとしては残念ながら、ペアをね作成することができませんでした。これちょっと調べが足らなかったです。そしてこいつ単体でですねスマートスピーカーとして使うことはできませんっていうのが、マイクがついてないんですよ。ただですねこのホームアプリに製品を登録することによって、Siri でね音声の操作ができるようになります。そのスランプでウィンドチャンプをかけて、そのスランプでこのようにですねホームアプリに登録した製品のね名前を呼ぶことによって、そのかけたいスピーカーでね、Siri から音楽を再生することができます。これも覚えておくと便利ですね。比較したねスピーカーの中では一番ね安いモデルなんですけども、なかなかねいいサウンドを出してますよこいつ。この価格帯でワイヤレスでこのサウンドは僕は非常にコスパがいいなと思いました。というわけでですね、こちら IKEA と SONOS がコラボレーションした、シンフォニスクブックシェルフ型タイプ試してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。やっぱりいいところはですね、AirPlay 2 Wi-Fi 対応ということで、これだけね高額な Bluetooth スピーカーと比べても音が力強くて非常にいいと。ただですねやっぱりシンプルなスピーカーっていう感じの音なので、1台で使うにはもう非常に物足りないですね。やっぱりステレオスピーカーとして使うことで進化をね発揮するアイテムだなと思います。ただ2個買っても3万円ぐらい、少しお高いですけど、このサウンドリンクリボルブプラスよりね全然安いですからね。これ3万5千円とかしますから、ですからあんまり外に持ち出さない人はね、こういった
AirPlay 2のねスピーカーの方が圧倒的に、まあ、音楽をね楽しめるんじゃないかなと思います。あとはですねこういった AirPlay 2機器を揃えていくことによって、マルチなねサウンドがお家でも楽しめると。だから僕今 AirPlay 2スピーカーにめっちゃハマってんですよ。今度ねあのデノンがですね AirPlay 2のスピーカーを出すんですけども、それ予約しちゃいました。だからね音質にめっちゃねこだわった AirPlay 2スピーカーみたいなんで、すごい楽しみなんですけどね。ホームポットよりもね、とんでもない、まあ、音を鳴らしてくれそうな感じなんですけども。そしてこのブックシェルフスピーカーはですね結構汎用性が高くて、まあ、IKEA のね、アクセサリーなんかを使うと、壁にまあ引っ掛けたりだとか、キッチンにね、取り付けしたりすることができます。そして壁に取り付けるとですね、このように上にね、物を乗っけることができまして、ちょっとした雑貨なんかをね、飾ることもできます。ですから、インテリア要素としてもね、非常にレベルの高いアイテムとなってます。このシンフォニスクの気になるところはですね、あのね、通信の安定性がたまに悪いんですよ。なかなかスピーカーを、ね、認識しなかったりだとか、コントロールセンターに名前がね出なかったりするんですよね。これなぜかっていうと、多分ねインターネットの接続が 2.4GHz 帯しか選べないんですよね。 5GHz 帯で接続できないんですよ。ホームポットは可能なんですけどね。でうちね 2.4GHz のね配線めっちゃ遅いんですよ。動画でもたまに止まっちゃうぐらいね、なんかいまいち安定しなくて、多分その影響かな。なかなか接続できなかったり認識しないっていうことがちょこちょこございます。ですからホームポットのようにね安定して使うことはうちの環境ではできませんでした。僕んちよりも、ね、もうちょっと Wi-Fi 環境がしっかり整っていると、まあ全然問題なくね扱えると思うんですけども、そこだけ注意が必要です。そしてこのシンフォニスクシリーズ、あの IKEA の店頭でしか購入できなかったんですけども、オンラインショップでもですね、購入が可能となりました。ですからいちいち遠いお店に行かなくても、大丈夫です。インターネットで注文できるようになりました。また概要欄にね購入ページ貼ってますので、 AirPlay 2で音楽を楽しむ入門機としては非常におすすめです。試したことのない人は一度チェックしてみてください。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオクス。